は1本目です。大岩も上がっている。大岩は正面だ。ニアサイドスルーしたところ、阿部のシュート。阿部拓磨がゴールを決めました。仙台勝ち越しに成功、2対1。いやー、抑えの効いた素晴らしいシュートでしたね。ドンピシャ、ここしかないというコースでした。また采配がね、しっかりとこのタイミングで、後半の開始早々というか、まあ、10分のところでこうしっかりと交代カードを切った中で、はい、しっかり結果を出したと。いや、阿部も変わって4分後にこのシュート結果を残しました。そうですね、はい。まあ、これはカミンスキーもなかなか反応は難しいでしょうね。前で仙台の平岡に当たってコースが変わったところ、阿部拓磨が最後はインサイドでしょうか、インフロントで、ね、インフロントで決めましたね。いや、見事です。いや、見事なシュートですね、はい、これはカミンスキーも反応できませんでした。ただですよ、これで、はい、